2022年5月26日木曜日、時刻は午後1時30分です。皆さんこんにちは、ムクムクのムックですぞ。さあそれでは参りましょう、エキスポ PLL トークス、ムックとおしゃべりですぞ。大阪・関西万博と SDGs ライブ配信の始まり始まり。はい、ということでこのイベントはですね、2025年に開催される大阪・関西万博のテーマ、命輝く未来社会のデザインを実現するために、未来社会の実験場を掲げるエキスポ PLL トークスの一つとして配信するものであります。ちなみに PLL というのは People's Living Labo の略でございますよ。これがどういう意味かはぜひ皆さんで調べてみてください。はい、ということでね、今日5月26日で万博開催まであと1053日なんですって。これは3年弱なんですよ。3年を切るということでね、あー、万博の開催が近づいてきたような気がしますね。はい、ということでね、万博の開催前から様々なお仕事をなさっている社会人の皆さん、そして学生の皆さんがそれぞれの立場からテーマに関する取り組みを国内外へ発信し、万博を共に作り上げていく場としてやっていきたいと思いますぞ。ナビゲーターは私、ムックが務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくよろしく。はい、このムックとおしゃべりですぞ、大阪・関西万博と SDGs はこちら東京都港区海岸にあります西尾レントール株式会社東京簡易配信スタジオと、大阪市城東区市議の西にあります同じく西尾レントールさんの大阪簡易配信スタジオをつないでお届けしております。はい、私はですね、この東京スタジオの方におりますけれども、この大阪スタジオの方が何やら最近 LED が新しくなったと聞きました。なんとですね、150インチもある LED モニターを導入されているということでね、まあこれちょっと私見たことないですけど、とっても綺麗なんでしょうね。でね、このスタジオは一般の方も借りて使うことができるんですよ。ですからその150インチもある素晴らしい LED モニターを使ってですね、こうセミナーを行ったりですとか、またはそれを背景にして何かこう撮影をしたりですとか、そういったこともできますので、ぜひお近くにお住まいの皆さんご利用くださいませ。よろしくお願いいたします。さあ、ところでこの配信をご覧いただいている皆さんの中には、ん?なんだこいつはと思っている方もいらっしゃるかもしれませんね。はい、このライブ配信もね、まだ3回目でございますので、私が何者か自己紹介をさせていただきたいと思います。私はムックと申しますぞ。雪男の子供5歳でございます。最近はですね、お友達のガチャピンと一緒にガチャピンチャンネルという YouTube のチャンネルを撮影していたりですとか、あとはね、BS 富士で放送しておりますガチャムクというテレビ番組に出させていただいております。それからですね、去年の大晦日は紅白歌合戦でね、けん玉やらせていただきましてね、皆さんご覧いただきましたかな。それからね、街中でいろんなところでピアノを弾かせていただいているんですよ。ですからね、皆さんもどこかで私のことを、ね、目にしたことがあるかもしれません。私はムックと申しますので、ぜひ覚えて帰ってくださいね。よろしくお願いいたします。そしてね、なんで私がこの MC をやらせていただいているのかと言いますと、この2025年大阪・関西万博のね、ロゴが2020年に決まったんですけれども、このロゴが決まった時に、あら?なんだかこれ私に似てませんとね、ツイートをしたところ、まあたくさんのツッコミをいただきましてね、そうしたご縁もございまして、私この MC をやらせていただくことになりました。ですから
もう一緒にですね2025年まで必死に盛り上げていきたいと思いますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでこのライブ配信ではご覧いただいている皆さんからもメッセージや質問ご意見を募集しております。ぜひチャット欄やコメント欄から、ね、ゲストの皆さんや私への質問メッセージをお願いいたします。あ、もうたくさんコメントいただいてるみたいですね。あ、皆さん、あ、こんにちはといただいておりますね。あ、どうも今日も元気だね、ありがとうございます。あ、ムックとね呼んでいただいたりですか。あ、こんにちは。あ、皆さん待っていただいてたんですね、ありがとうございます。今日も頑張らせていただきますよ。皆さんじゃんじゃんこの後もコメントよろしくお願いいたします。はい、それからツイッターでもコメントお待ちしております、ツイッターはハッシュタグPLL トークス、ね、アルファベットで PLLTALKS とつけてツイートのほどよろしくお願いいたします。こちらもね番組のどこかで読ませていただくかもしれません。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで、まあ私がねずっと一人でこうおしゃべりしていても仕方がないですからね。はい、今日一緒におしゃべりをしていただけるゲストの皆さんをご紹介したいと思います。まずはチームエキスポ2025プログラム競争パートナーより和歌山県橋本市経済推進部農林振興課課長補佐岡本秀明さん。あ、岡本さん、ちょっとねお声が今ちょっと聞こえないようですね。え、ごめんなさいね、なんかね映像だけになっちゃってましたね。あら、はい、ライブ配信ですからねこういうこともございますよ皆さんね。いやいや、こういうトラブルがあるもんですな。さあ、岡本さん、あ、一回今のはなかったことになりました。はい、皆さん記憶からカットしてくださいね。はい、え、今のは何もございませんでしたよ。はい、スタッフさん大阪の様子はどうですかね、まだもうちょっとかかるですかね。はい、ということでじゃあ何か私がおしゃべりしてみましょうかね。はい、あ、映像だ、とりあえず映像だけということで、はい、改めまして、橋本市の岡本さん。はい、あ、すみません、お声がちょっと届いていないものですから、精一杯の笑顔でどうぞ皆さんにご挨拶いただいて、ありがとうございます。はい、後ほどお声が戻りましたらいっぱいおしゃべりさせていただきたいと思います。すみません。はい、ありがとうございます。はい、では続いての ゲストさんをご紹介したいと思います。同じく、チームエキスポ2025プログラム競争チャレンジよりママコミュドットコム代表特定非営利活動法人レジリエンス教育研究所専務理事泉真由美さん。こんにちは、泉です。あ、お声が聞けてよかったです。泉さん、どうぞ本日はよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、はい、ということでこの後は3人でおしゃべりしていくんですが、岡本さんのお声はどうでしょう。届きますか。ああ、岡本さん、あ、こんにちは、お声を聞けてよかったです。すみませんね、バタバタしちゃいましてね、ごめんなさい。いや、お二人ともどうぞ改めまして本日はどうぞよろしくお願いいたします。ということでせっかくですねお声も戻ったことですので、まずは今日の意気込みをね聞いていきたいと思います。まずは岡本さんどうですか、今日はどんな意気込みでしょうか。今日はムックに直接会えないのは残念なんですが、ムックに橋本行きたいですぞと言ってもらえるように頑張りたいと思います。嬉しいです。私もねぜひね行ってみたいなと思っておりますので、この後のプレゼン期待しております。はい、そして泉さん、ぜひ意気込みのほどよろしくお願いいたします。はい、意気込みすぎて、ムックとですねお揃いになるようにブルーのスカートを履いてきてしまいました。全く映ってませんがよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お揃いになるのにブルーのスカートというのはどういう意味なんでしょうか。こんな感じ、万博のテーマカラーに、あ、なるほど、合わせてみたんですよ。はいはいはい、私が、ね、占領でございました。取りたかった。なるほど。あ、いやでも今ねちらっと見えましたけれども素敵なお召し物でございますよ、ね、今日はぜひよろしくお願いいたしますね。はい、それではですね、それでは今日はこういった3人でお届けしていくんですが、橋本氏の岡本さん、この後ですね、はい、岡本さんには橋本氏のことについていろいろお話しいただくことになってるんですけれども、とりあえずまず橋本氏というのはどんな市なのか今簡単におっしゃっていただいてもよろしいですか。はい、
ってるんですか。はい、橋本市は、南海の難波駅から40分ぐらいで来れる、田舎に、都会に一番近い田舎です。今日はちょうど林間田園都市という駅から来ましたけども、ちょうどそんなイメージの場所ですよ。あー、なるほど。なんだかね、ちょっと今のお話だけではごめんなさい、私和歌山の地理に疎いものでよくわからなかったんですけれども、きっとね、この後いっぱいご説明いただけると思いますので、それを楽しみにしております。ちなみにその橋本市の素晴らしいところっていうのはどんなところなんですか。あ、一言で、はい、空気と食べ物が多分どこよりも美味しいです。あ、それはいいですね。私食べることには目がないものですから、いやー、これはがぜん楽しみになってまいりました。うん、じゃあ泉さん、泉さん、あれ聞こえてますか。聞こえなくなっちゃった。あ、泉さん、しんどいね。あら、あ、ですね、聞こえてますかな、泉さん。あ、どうやら今度は私の声が聞こえなくなってしまったようですね。まあ、ライブ配信ですからね、こういうこともありますよね。聞こえておりますかな。はい、あ、聞こえました。あ、よかったです。泉さん、ママコミュドットコムさんというのはどんな団体さんなんでしょうか。はい、ママとコミュニティをくっつけてママコミュなんですが、子育てを通してコミュニティ、自分のね、暮らす、社会のことを考えたり、社会のみんなと力を合わせて、豊かな社会づくりができたらなっていうことで活動している団体です。なるほど。ちなみに今一番おしゃべりしたい取り組みは何がありますか。はい、子ども親子を対象にした防災教育に取り組んでいます。なので今日は防災に関するテーマのお話を用意してきました。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。さあ、それではですね、本日のイベントの内容をご紹介していきます。まずはですね、この後ゲストのお二人から大阪・関西万博や SDGs 達成に向けた取り組みの発表をしていただきます。そしてですね、その後は教えてムックというコーナーでゲストの皆さんや視聴者の皆さんからいただいたご相談に私ムックがお答えいたしますぞ。そして最後はゲストの皆さんや視聴者の皆さんからのお知らせをニュースとして私がお伝えいたします。まあ大体1時間ぐらいですね。まあちょっと押すかもしれませんけれども、1時間ぐらいを予定しておりますので、ぜひ最後までご覧くださいませ。さあ、それではですね、早速お二人に詳しいね、プレゼンテーションをしていただきたいなと思っております。まずは橋本市役所の岡本さん、プレゼンテーションよろしくお願いいたします。はい、お願いします。では最初に、橋本市のイメージを持ってもらうために観光用の PV を見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。いきます。こんにちは。今日は橋本市の、農産物産地化事業の取り組み、特に高野山麓精進野菜について、ご説明をしたいと思います。まず、よいしょ、いけるかな。はい、はい、まず橋本市なんですが、紀伊半島の真ん中ぐらいです。紀の川の、河岸段丘を中心にした古くからの農村と北部の住宅地が調和した町で、SDGs という言葉がない時代から、自治会の一斉清掃とかゴミの減量、花いっぱいの町づくりなど市民主導のもと環境保全に取り組んできました。よいしょ、いけるかな。はい、はい、
和歌山といえば、まあ、食べ物万歳の国ですが、特に柿は、橋本のある紀の川中流域が全国の半分ぐらい作っている日本一の産地です。橋本市の生産量は全国4位です。非常に、主観的なんですが、出ないかな、あ、もう一個、はい、もう一個です、はい。味は日本一です。これは大阪との県境にあるトンネルなんですが、15年前ぐらいに僕が担当して作ったんで、自作自演です。また本間かどうかは、秋に食べてみてください。橋本市は、紀の川の真ん中ぐらいにありまして、段々になってまして、高さに合わせたいろんな農作物ができます。橋本の農産物は柿のほかにもブドウ、八作などの果物もあります。米どころでもありますが、野菜が生産されてきています。最近は施設栽培の農家も増えて、橋本さんのマッシュルームもお店に並ぶようになってきました。また養鶏業が盛んで、県内産の卵はだいたい橋本のやつです。で、おっと、タイムが、はい。さあ、そろそろ本題に入らせていただきたいと思うんですが、まず橋本市の農業の課題を見てみましょう。日本一の産地なので、逆に柿にも完全に偏重しちゃってまして、柿の年間の生産量は全体的にも下がっちゃってるので、だんだん自利品になっているっていう状態はあります。全国的にもそうなんですが、農業が行われない耕作放棄地が増えています。橋本は特に顕著で、10年間で 183%、 つまりだいたい2倍になってるんです。で、農家の方は8割がだいたい高齢者。小学生に説明するときにはよく言うんですが、みんなのお父さんとかお母さんはだいたい60歳で定年退職するんやけど、農家のおっちゃんはみんなそんな年なんよっていう言い方をします。しかも販売農家の方でも4割の人が後継ぎがいないっていう状態です。橋本の特徴は、大半の人は別の仕事をしている兼業農家、一発の農家といえる売上1000万以上の農家さんは 2% に満たない状態です。そんなこともあって、多分次の10年経つともっとひどい状態になっていると思います。つまり橋本の農業はすでにサスティナブルではないんです。では農業が破綻しちゃうとどうなるんでしょうか。食料不足は当然ですよね。あと耕作放棄地や荒廃農地が増えると、雑草だらけの土地が増えます。果樹園とかは実が収穫されず放置されたままなので、イノシシ、シカ、アライグマなどがやってくることになります。また田んぼダムという言葉がありますが、水田や畑の保水力はすごいんで、機能しなくなると雨が一気に下流に流れたり、逆に地下水が枯れて水不足になったりします。僕も毎朝田んぼの草刈りをしてから仕事に行くんですが、当然通り道はいつでもついでに草刈りをしたりします。農地に人が入らんと管理も手が回らず、ジャングルみたいになっちゃうんです。他にも農業や農地がもたらす食料生産以外の役割は多面的機能と呼ばれていて、生き物に住処になるとか、暑さを和らげる癒し安らぎをもたらすなんてのもあります。農業を持続可能な状態で次の世代に残していくことが重要だと思います。ということで、橋本市は農業に本気です。柿のほかにも全国に誇れる農産物が多くあり、農家はいいものを作り、私たち行政などの関係者が協力して買い手とのマッチングをしたり、最近は EC やライブコマースなどの利用も積極的に行っています。橋本市ではブランド農産物に対しても取り組んでいて、柿も紀州手まりという新品種が好評ですし、ハタゴンボというびっくりするぐらいの太さのごぼうもあります。そして新たに高野山麓精進野菜を加え、和歌山を代表するブランド農産物とすることで、農家や関係者へお金が落ちる仕組みを作りたいんです。つまり農業が儲かる仕事にすることを目指し取り組んでいます。また SDGs の概念で、食品が畑から消費地まで、輸送される距離をフードマイレージという言葉ができました。これを考えると、地産地消という考えが、まあ、今の世の中で再評価できるんじゃないかなと考えています。また、フランスの料理に軸にした観光振興の仕組みをガストロミーツーリズムと言うんですが、フランス料理を
高野山で発展した精進料理に置き換え、地元野菜を生かした地域おこしまで持っていきたいと、考えています。しかし現在のコロナの状態では皆さんが、橋本に来てもらうのは大変です。じゃあどうしようかというので作っているのが、橋本出るかな、橋本ふるさと便です。あ、ごめんなさい、戻っちゃった送料が高くつくなら、送料を役所の方で負担しちゃおうというものです。で、ムックも柿やぶどうをぜひお取り寄せしてもらって、美味しかったらガチャピンに送ってあげてください。そしたらみんなが橋本の農家の応援をしてくれるんです。農家さんの連絡先も載ってますので、詳しくはウェブへということで検索してください。実施は1月までで、予算はたくさんあるんですが、なくなったら終わりです。あと業者さんは絵は発送できないのでご注意ください。昨年、和歌山では、橋本市では和歌山で初となる農業振興条例を作りました。隣の畑 で草買ってほしいですぞとか、朝早く畑を耕されるとうるさくて寝られんですぞとかいう苦情もあります。みんなが理解して協力してくれないと農業っていうのはできないので、そういう意味で近所のおじさんとかが管理できないんでしたら、私が借りてお野菜植えてみたいですぞっていうような関係になることを目指しています。はい。で、その中でそろそろ本題に行かないと時間がなくなってきましたので、高野山麓精進野菜に行きたいと思います。高野山は実はお寺、全部山の上が全部お寺でして、殺生が禁止されています。で、野菜を作るのも生命を止めるということで禁止ということで、近隣の、農村から、お野菜とかを納めていたっていう歴史が1000年以上続いていました。で、高野山では弘法大師さんにお供えをすると、当然いいものっていうのは安心安全の野菜を備えたいですよねっていうことの中から、丁寧な野菜作りがされていました。それをブランド野菜にしたのが高野山麓精進野菜です。ブランドの定義としては、精進料理で使うことができるニラとかニンニクとかは使えないので、それ以外の野菜になっています。高野山麓精進野菜の、栽培基準とかを満たした、農家さんの生産になります。はい。高野山麓野菜の、コンセプトは、内陸地の野菜生産に向いた橋本の気候で、安心安全、高野山で使われてきたという歴史と伝統を3つの柱にしています。標準的な野菜作りの時に、どの回数農薬を使いますかとか、肥料を入れますかっていうのが、それぞれの県で決まってるんですが、こちらについては高野山麓精進野菜は化学農薬を使うのを3割以上減らしましょう、化学肥料は半分以下にしましょうという基準にしています。で、野菜の品目は22品目、河川部はちょっと力を入れて作ってる野菜になります。野菜を作るにも、品質の管理をしたり、九州の方から土作りの先生を来てもらったりしています。で、システムも前は紙でやってたんですが、去年スマホで全部登録できて、指でギュギュギュってしたらパーセンテージが出るシステムとかを作っちゃいましたので、これを広めていけると、買った人もいずれ誰がどんな野菜を作ってるかっていうのが分かるようになるかなと考えています。よいしょ、出るかな。はい。販売については、今は市内の、ファーマーズマーケットが中心なんですが、だんだん広げていきたいなと考えています。で、近隣の大学とかとも連携をしてまして、今日はちょっと持ってきたんですが、こういう精進がゆっていうのを作りました。どちらかというとリゾットみたいなんですが、親愛女子短大さんの料理のところ、学科の方に、レシピを作ってもらって、デザインは大阪芸大さんに考えていただいてます。で、今日はこれ美味しいので、ムックの分もあるのでもっと食べてください。よいしょ。で、はい。で、もう最後になりますが、協力者を募集していますということで、3年目の取り組みなんですが、市外の協力はあまりできていません。
で今回やっぱり競争パートナーになりましたので、特に橋本以外でも、野菜を集めてくれたり加工品作ってくれたり協力利用店になってくれたりで橋本に来て農業やりたいよっていう方がいたらぜひ来ていただけたらと思っています。はい、よいしょ。最後に SDGs です。17のゴールがあります。農業って何が関係あるんだろうって一個一個考えていたら結構どれもこれもかかるなっていう感じになって特に最近は16番の平和っていうのがすごく思います。ウクライナっていうのは世界的な農業国なんですが多分農家の方はたまらないんだろうなと思います。日本は平和なのでできたら、言い訳もできないので農業とのあの土地をちゃんと守っていいものを、届けていきたいなと思っています。最後に、はい、ありがとうございました。ご説明ありがとうございました。続いてのプレゼンテーションの準備がございますのでこちらの映像をご覧ください。どうぞ。見るだけじゃない、あなたが主人公になる万博が始まります。多様な人たちがチームを組み多彩な活動を行いプログラムを支えるパートナーとともに未来に向けてチャレンジが始まっています。大阪・関西万博開催まで4年、2021年6月26日チームエキスポ2025プログラム競争チャレンジキックオフミーティング未来への宣言が開催されました。未来社会に向かって何ができるかを真剣に考え行動していくきっかけになればと思っております。大阪・関西万博は世界中が命を考える機会、そういうものを提供することになります。理想としたい未来社会を共に作り上げていく、私たちはコークリエーション競争ということをキーワードにしております。災害に強い未来社会を実現するために若い世代の防災リーダーを育てる、ローカルとグローバルの両方の視点で防災の未来を切り開きます。いかがでしたか、聞いてみて。そうですね、大人たちじゃなくって若者たちでやっていくっていうのはとてもすごくいいコラボレーションになるなとまず思います。先端技術を活用して超高齢社会の問題解決へ。佐賀助では街中を走るバスの前後にカメラを搭載し歩道を撮影し高齢者の方の早期の発見を可能にしようというものです。多くの人と連携をして課題を発見するというふうなそういう姿勢で取り組んでもらうといいかなというふうに思うんです。ここでは世界中の廃棄物がリサイクルされています。アートで社会問題を解決、地球上においてグローバルに共感競争していく世界へ。僕のアートが売れればガーナのゴミが減り周知され、そしてそのお金を還元して解決をする。最初の時って、はい、なんかみんな夢で終わっちゃう気がするんです、うん、心折れちゃう気がするんです、うん、それ折れなかった理由は何だと思います？もう一言、勇気ですね。この船はソーラーパネルと風力、水素だけで走る画期的な船です。科学者と連携し持続可能なブルーエコノミーの実現に向けて世界を航海するプロジェクト。海が抱えている課題について学ぶことができる船です。何よりもイノベーションを起こして地球環境問題の解決に向けて世界中の人たちと共に一緒に挑戦を続けます。新しい気づきになるようなそういったきっかけになるといいなというふうに思いながら伺っておりました。地球が一つとなって取り組んでいかなければならないことだと考えています。みんなで僕らも競争パートナーですけど出会いたいですね。もっとこの万博を通じて日本の面白さを世界につなげていきたいと思います。
皆様の熱意、それから意欲、そして勇気を感じることができました。つながる場チームエキスポ2025プログラム、命輝く未来社会のデザインの実現に向けて、あなたが、みんなが主人公。2025年大阪・関西万博。エキスポ PLL トークス、ムックとおしゃべりですぞ。万博と SDGs。 東京と大阪の西尾レンタル簡易配信スタジオからお届けしております。皆さん、コメントもじゃんじゃかバンバカ送ってくださいね。お待ちしておりますよ。さあ、それでは続いてのプレゼンテーションをよろしくお願いします。はい、こんにちは。はじめまして、ママコミュードットコム特定非営利活動法人レジリエンス教育研究所の泉と申します。今日は、防災に関する、私たちの取り組みについて、お話を聞いてください。ではスライドをご覧ください。はじめまして、まず私の自己紹介から始めさせていただきます。もともとは国際交流の仕事を長年しておりまして、その中で、子どもが生まれ子育てに関わり、そういう流れの中で防災にの大切さに気がつきました。で、今はママコミュドットコムという団体の中で、同じく子育てに携わるお母さんたちが、つながることで、子育てとそれから仕事の両立だけではなくて、その真ん中にお母さん自身の豊かな生き方、働き方っていうのを見つけていけるような、そういう応援できる仲間づくりを、しています。そして防災っていうのが、一つ今私たちにとって大きなテーマになっています。ごめんなさい。防災というのは、子ども、それから親、大人、そして高齢者、世の中にいる皆さんにとって大切なテーマです。自分を守ることはもちろんですが、家族を守る、そして自分の大切な人、社会のみんなを守る、そういったことを考える、大切なテーマということで私たちは取り組んでいます。最近よく聞かれるようになった、ダイバーシティとインクルージョン、世の中の人たちの多様性を大切にしながら、みんなが一つの社会として安全な未来を作っていこう、そういうことを考えて活動する中で、私たちはチームエキスポプログラム競争チャレンジに応募いたしました。その中で私たちが取り組んでいる一つの事業についてまずお伝えします。 U15 のための防災カレッジ、これは2018年から始めた私たちの活動です。15歳以下の子どもたちが防災を総合的に学ぶ中で、子どもたちの力で大阪を防災力日本一にしよう、そういう大きなテーマを掲げたプロジェクトです。ベーシックからアドバンスまで、さまざまな講座をご用意しています。特に災害が起きたときに困る食べること、私たちは食品ロスゼロ、ゴミ減量、そういったエシカルな暮らしの提案を通して、私たち防災のプロの目線で皆さんに食べる幸せをストックができる防災×食のセミナーなどを開催しています。食品ロスゼロ、それからゴミ減量は SDGs のテーマの中でも非常に重要なことですよね。そして、子どもたちが家族の中で防災キャプテンになれるような、子どもができる防災、家族でできる防災、そういったものを楽しみながら学べるアートやクラフトの活動もしています。そしてこの度、キラッと輝く大阪市民活動グランプリの最優秀賞をいただくことができました。私たちが取り組む子ども期からの防災教育というものが、大阪、関西、そして日本の隅々まで、届けばいいなということで、今年
精一杯頑張っていこうとしております。防災教育を子どもたちのスタンダードにしたい、そのような目標を掲げています。そしてもう一つの取り組み、こちらはチームエキスポの競争チャレンジとして、登録をしている団体とコラボをして、実施をしているものです。大阪・関西で防災を学ぶユースが集まって災害に強い社会を実現します。ここで大切なのは、自分が住む地域に対する地域的な視点と、それから世界のどこかで防災に取り組んでいる仲間を見つけて、その人たちとつながることで世界を視野に入れた世界的共助の関係を作る、そういった2つの目標があります。そして私たちが目指すのはエキスポ2025、万博のステージで世界中のユースが防災でつながり、私たち大阪のユースが中心になって世界的共助の推進者として、これからの時代をユースが社会で活躍してくる、していく、そういう未来を目指します。グローバルユース防災サミットは、私たちグローバルユース防災サミット実行委員会が主催し、さまざまな防災に関する専門機関、そして大阪市、それから、ドイツ共和国総領事館のご協力をいただいて実施をするものです。国際交流と防災交流、そのいずれもを、同じサミットという取り組みの中で、共存させていこうという取り組みです。具体的にはチーム U15 防災という Z 世代が中心となった防災団体と、大阪防災プロジェクトという、学生が中心となった防災団体、そして昨年は大阪市と姉妹都市であるドイツハンブルグ市、そこで防災に取り組む若い青少年消防団のメンバーと交流をいたしました。そしてチームエキスポのキックオフミーティングでも、私たちの思いを会場の皆さん、そして YouTube を通して世界の皆さんに知っていただくことができました。グローバルユース防災サミットの特徴です。文化と言葉を学ぶ、そして防災を学ぶ、仲間とつながる、この3つのテーマで取り組んでいます。そしてユースの思いを私たち大人世代が受け止め、つなぎ、共に未来に進んでいく、そういった取り組みでもあります。写真のように、中学生、高校生、大学生が中心となった、活動です。防災で世界をつないでいこう、大阪を守ろう、そういう気持ちをみんなで共有しながら取り組んでいます。行くぜ万博ということで、3年前の、はい、万博3年前のイベントの際に、私たちも精一杯ユース層に向けて発信をしました。大阪から若者たちが目指している視線の先には、姉妹都市のドイツハンブルグ市の景色が広がっています。そしてこの、映像を見てくださっている皆さんにもぜひ関わってほしいと思う点が、ここです。災害から守りたいものって何ですか？私たちは皆さんお一人お一人が、幸せな時間を守りたい、そう思われる気持ちを一枚の写真に込めて、毎年写真の工房に取り組んでいます。皆さんから寄せられた写真をまとめて、世界に発信をしたい、そのような気持ちで取り組んでいます。第2回グローバルユース防災サミット、つながろう世界と守ろう未来をターゲットに、私たちユースが中心になった活動を私たち大人世代がサポートをする、世代をつないだ取り組みです。2022年10月29日土曜日の開催です。ぜひ皆さんも私たちの思いと共感をしていただき、ご参加いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。以上です。ご説明ありがとうございました。いやー、素敵なプレゼンテーションでしたね。さあ、この後はゲストの皆さんとたっぷりおしゃべりしちゃいますぞ。と
その前にこちらの映像をご覧ください。どうぞ。僕らはどこにいるのだろう。私たちはどこに向かうのだろう。不確かなこの世界でこの先に何があるのだろう。すべての人が望む平和はどうすれば実現できるのだろう。あらゆる命が輝く未来はどうすれば作れるのだろう。世界は今多くの問いに満ち、そして新しい未来へのアイデアを待っています。でも自分では何もできない、そんな気分が世界を満たしているのかもしれません。でもそれは違います。未来を変えるチャンスがもうすぐやってくるからです。さあ今こそジョイン。壁を越え、問いとアイデアを集め、シンク、心を開き、交わり、話し合い、アクト、そして新しい未来をデザインしましょう。2025、それは世界の国が集まり未来を変えるチャンス。さまざまな価値観、課題、アイデア、文化、技術との出会いはきっと新しい地球と新しいあなたを作るきっかけにもなるでしょう。ぜひあなたもこのチャンスを楽しんでください。Join the future. Expo PLL Talks. Mook とおしゃべりですぞ。万博と SDGs。東京と大阪の2週連投る簡易配信スタジオから生配信でお届けしております。皆さんコメントありがとうございます。頑張れというコメントいただいておりまして、私とっても心強いです。いやね、普段こういうこう MC とかそういうのはですね、大人の方にこうお任せしていたりですとか、あとこうガチャピンにねこうお任せして、私こう応援する立場が多いものですから、本当はね私ねこういう MC とっても緊張しているんですよ。でもね皆さんからコメントをいただくととっても力強いですね。でこれからもコメントどうぞよろしくお願いいたしますね。あのどこで見てるよとか、あとそのほらプレゼンテーションいただきましたから、それに対しての感想とかいただけるととっても嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで岡本さん、泉さん、はい、改めまして、はい、プレゼンテーションありがとうございました。ありがとうございました。岡本さん、プレゼンテーションの中で何か精進粥を私のためにもご用意いただいているというお話があったんですけれども、どうぞ、はい、どうぞって、それは私どうやっていただけるんですかな。担当の方にお渡ししますので。本当ですか。いいですか。ぜひぜひ。ありがとうございます。いや、じゃあ東京に届くの楽しみにしております。いや、柿とかね、ぶどうとか私も大好きですので、ふるさと便もぜひ活用させていただきたいと思います。それから泉さん、はい、泉さん、プレゼンテーションの前に流れていた VTR に泉さん映ってましたよね。ご覧になってました。はい、映ってました。びっくりしました。なんか防災の本当スペシャリストの方だと伺いまして、本当に。いえいえいえ。いや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 、なんかもうすごい方らしいですね。もうびっくりしましたよ。で、泉さんのプレゼンテーションの中で何かカードゲームみたいなのが映ってたんですけど、はい、あれ私ちょっと気になったんですよ。あれは何かこうゲームをしながらこう学べるようなやつだったりするんですか？そうですね、もともとやっぱりこう防災を教えるってすごく、まあ、多分皆さん怖いことを教えるんじゃないかとか、難しいんじゃないかって思われるんですけど、うん、見ていただいたスライドの中でカードゲームは、あれアルファベットのカードなんですけど、はいはい、A から Z まで、うん、はい、それぞれの英語のカードになってます、うん、で A はアンビュランスって何ですか？アンビュランスは救急車。
そうです。あ、当たった。そう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 。でなので A から Z まで全部ね防災に関する言葉にしてみました。あ、なるほど。それはこうカルタみたいにこう遊んだりするやつなんですか？そうそうそう。だからそうなんですよ、SDGs と一緒で全部ね違う色になってて、でその言葉一つ一つが防災に役立つテーマとかクイズにすることができるようになってます。なるほど、それは面白そうですね。今度一緒に遊びましょう。はい、あ、ぜひ楽しみにしております。さあということでですね、岡本さん、泉さん、それぞれのね発表の中で、あ、これはコラボレーションできそうだなと思ったところをぜひ教えていただきたいなと思うのですけれども、じゃあまずはですね、岡本さん、泉さんの発表の中で、あ、これはぜひコラボしたいなと思ったところ何かありましたか？僕らも行政なので結構災害の時とかには応援に行ったりっていう時もあるんですが、実際に、まあ、活動を団体さんとかでされてるのが、まあプレゼンもめっちゃうまかって感心しながら見てたんですが、ちょっとまあうちのこれちょっとムックに送りますねって言ったものも、これもともとお話があって、東北の震災の時に物資でカップラーメンが結構送られてくるんですが、お湯が沸かせないとか水がないっていう話があったんですが、その中でお粥はそのまま食べられるので結構いいですよっていう話を聞いたんですよ。で、まあ、試作品とりあえず作ってみたんですけど、これをどう動かしていこうかなって思ってた中で、まあ、いろんなこう、これ大体1年ぐらい持つんですけども、うまく防災と絡めて、世に出していけると嬉しいなって思ってますので、その辺連携できたらなと思ってます。なるほど、それは素晴らしいですね。では逆に泉さん、岡本さんの発表の中でこれはコラボレーションできそうだなと思ったところありますか？はい、やはりね、食べることっていうのが、災害時にとても重要だなっていうのは私たちも痛感していまして、で、都会だとどうしてもね、やっぱりスーパーに届くものでないと手に入らないっていうことが多いんですけれど、災害が起きると、ね、結局物流が滞ったり、みんながわーっと買いに行って食べるものがないよっていう状態がきっと考えられると思うんですよね。でそういう時にやっぱり農業の大切さっていうのは、私たちがもっともっと都会の人も、知っておかないといけないなっていうふうに思いました。なので、和歌山のね、さっき見せていただいたスライドの中でも、農業、まあ、田んぼとか畑が災害から人々を守っている役割もあるんだよっていうふうなところも、もっと都会の人も知るべきだと思いますし、なんかね、橋本に行ってみたくなりました。素晴らしいですね。じゃあお二人ぜひですね、この後よりこう緊密なコラボレーションしていただくためにしっかりお名刺などを交換していただいて、ね、これも、あ、もう、あ、しっかりおかゆがいいですね。もう私も早く東京に送られてくるのを楽しみにしております。はい、ということで、ではですね、はい、この3人でこの後ねおしゃべりしていくのですけれども、はい、ではこんなコーナーをやってみたいと思います。では題して教えてムック。いえ、あ、なんかこうラテンの BGM がかかってきましたね。あ、ラテンのリズムでお届けいたしますよ。ということでね、はい、このコーナーは2025年大阪・関西万博や SDGs の達成に向けて、私ムック5歳の雪男が何でもご相談に乗ってみようというコーナーになっております。ということでね、お二人も今日は何かご相談があるということで、まずは泉さん、ご相談は何でしょうか？はい、はい、ムックに相談なんですけど、はいはいはい、ムックが、考える防災ってどんなイメージですか？ほう、イメージ、これね、私は思うんですけれど、はい、なんか難しいとか面倒とかってイメージで捉えられがちかなというふうに思っていて、でも、防災ってこう災害が起きた時だけ役立つものではなくって、こう毎日の暮らしを幸せに安心に楽しく、過ごすっていうことでのためにみんなが力を合わせることが、いわば防災のスタートでね、で、災害時に困らないためになんか練習みたいな感じでやっておくべきことじゃないかなって思っているんですけれど、はい、それに、対しての、まあ、ムックの意見でもいいですし、ムックが考える
みんなが楽しめる防災ってどんなアイデアがあったらもっと広がるかなっていうことを知りたいです。あ、なるほどね。そうですね、実はね、私もですね、みんなの防災プロジェクトというものにですね参加させていただいておりまして、何年も前からねガチャピンと一緒にこう全国を回ってですね防災の大切さをこう皆さんにご説明していくという活動をねやらせていただいているんですよ。ですからね、確かにその活動を始める前は防災ってこうなんだか難しいなとかこう大変そうだなというイメージがすごく強かったんですけれども、そういった活動を始めてですね専門の方からいろいろこう教えていただくと、あ、意外と身近なところにあるものなんだなということでね、簡単じゃないかなと思うようになったんですね、うん、それって、まあ、そうですね、でもこういきなりあれもこれもというのは多分皆さんもね大変だと思いますから、まあ、何か一つこう始めてみるといいかなと思うのは、ほら泉さんはご存知だと思うんですけど、ローリングストックという考え方があるじゃないですか。食べ物をこのね避難用の専門の食べ物をこう何年間も保存しておくんじゃなくて、普段から食べ物をたくさん用意しておいて、で食べて少なくなってきたらまた買って足してという形でいつもご飯がちょっといっぱいあるみたいにしておいて、それでいざこう災害が起きた時にもご飯には困らないみたいにするっていう考え方があるじゃないですか。でそういう中でですね、やっぱり私もいろいろね試させていただいたんですけども、レトルト食品って温めなくてもそのまま食べられるものってあるじゃないですか。であれ温めなくても意外とって言っちゃ失礼ですけれども美味しいんですよね。ですからなんかそういう風に今日はこういう日みたいにして、こう今日はレトルト食品こう温めないでそのまま食べるんですとか、なんかちょっとこう避難した風なね設定にして、こう避難所生活みたいなのをこう楽しんでみるっていうのも変ですけれども、でもそうやってこうちょっと体験してみると、あ、なるほどこうすればいいんだなみたいなのが分かって、とってもいいんじゃないかなと私は思うんですけどね、どうでしょうね。なるほど、そうですよね。今ねムックが言ってくださったみたいにレトルト食品もそうですし、うん、冷凍食品もね電子レンジしなくても食べれるでしょ。そう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 、うん、そうだからそういうのを私はまあ主婦なので、うん、スーパーに行って安い時にちょっと買っとく、たくさん目に、はいはい、っていうことを心がけてるんですけど、うん、時々ねそういう食べる場所、お家でいつも食べるよりもちょっと違うシチュエーションで、例えば今日はお家の中でテントを広げて、うん、訓練してみようとか、そうです、公園で食べてみようとか、うん、キャンプに行ってみようとか、うん、少しずつなんか外で楽しめる時間が増えてきたので、なんかそういうこう今ムックが言ってくれたみたいな楽しい、防災の実践の仕方っていうのにも、取り組んでみようと思います。そうですね、今日は1日電気も水道も使わないみたいなのやっても面白いかもしれないですね、うんうん、そうですね。岡本さんはどうですか、何かご意見ありますか。僕もねキャンプが時々行きまして、そういう時とかに、なんか料理をして飯盒炊飯でご飯炊くと、うん、めっちゃうまいんですよ。そうですよね、電子レンジもいいんですけど、うん、そういうのも普段から練習しとくといいかなと思います。そうですよね、本当そう、キャンプのご飯って美味しいんですよね、うん、もういつにも増してもたくさん食べちゃうって、ね、あれは困ったものですなはい、ということでね、はい、ということで、じゃあ泉さん、これで解決ということで大丈夫ですか。ありがとうございます。 ありがとうございます。では続きまして岡本さんのご相談を伺いたいと思います。岡本さん、はい、ご相談は何でしょう。はい、ちょっとふざけてて申し訳ないんですが、お料理の話で、僕も時々料理をするんですが、我が家でなぜか娘の、遠足のお弁当は僕の担当になってまして、さっきのパワポの一番最後に、ムックのガチャ瓶のキャラ弁を載せてあったんですが、そうそう、やっぱりそうですよね、あれね、私たちですよね、はい、で、ガチャ瓶の緑がうまく出ません、どうしたらいいでしょうっていうところで。あー、なるほど。ちなみにムックは結構あなた簡単なんですよ。で、ケチャップライスにチーズと海苔で作ってプロペラをたくあんにしたら結構美味しいんですよ、はいはい、でガチャピンは四万十海苔のええやつ使ったんですけど、うん、色が微妙で食紅系っていうのはあんまり使いたくないし、どうやって出したらいいかを親友のムックさんにお聞きしたいなと思いまして。なるほど、
そういやでもさっきのお写真で見る限り綺麗な緑色になってたと思うんですけどね。私たちね今早見もこみちさんと一緒にもこ先生と一緒にお料理 のコーナーやってるんですよ。毎週日曜日にお料理作ってましてもこ先生にいろんなことをね教えてもらってるんですけれども、もこ先生もねよくね私たちの色をこうお料理で再現してくださるんですけど、もうそれと比べても全然遜色ないぐらいねとってもよく再現できていらっしゃったと思うんですけどね。まあ青のりを使ってらっしゃるということで、もこ先生も青のりねよく使ってらっしゃったりするんですけど、他にはですねお豆さん、枝豆ですとかそら豆ですとか、ああいったものをこう、ね、みじん切りにしたりですとか、そういう風にしてご飯に混ぜ込んだりですとか、あとねナッパってナッパあるじゃないですか。ナッパをちょっと茹でて、はい、で、はいはい、ご飯を包んじゃうっていう方法もありますね。はいはいはい。そうするともう綺麗な緑色になりますから、うん、それできっとねガチャピンの色はね再現できると思いますよ。あとはそうねちょっと甘くなっちゃうんですけど、お抹茶とかずんだみたいな感じですね。そういう風にしちゃうとか、そういうのもありだと思いますね。うん、でも岡本さんのさっきのガチャピンすごくよくできてたと思いますので、うんうん、自信を持ってくださいよね。え泉さんそう思いますよね、うん、すごい上手でした。もうすぐ分かりました見てですよねですから大丈夫ですよ、もう今のままでもバッチグーでございますからね、安心してください。ありがとうございます、はい、ちょっとなんかやめるタイミングが分からなくなってきててどうしたらいいか分かんないんですけども、まあ、いやいやぜひぜひ今後お弁当いっぱい作ってくださいよ楽しみにしております。はい、ではこれでご解決ということで、はい、はい、ということでですね、このコーナーではゲストの皆さんやそしてこの動画を見ている皆さんの万博や SDGs の推進に向けて、まあ、もしくはそれ以外の日常の お悩みなどね、もう何でも私ムックがお答えしておりますので皆さんぜひぜひコメントをお願いいたします。この動画のチャット欄もしくはコメント欄にコメントしていただければ次回やその次の回などでお答えできると思いますのでね、皆さんが何かお困りのことございましたらお気軽にコメントしてください。よろしくお願いいたします。ん、あ、何コメントが来ているようですね。どれどれ、あ、モコガチャムコキッチンいつも見てるよとありがとうございますあ、岡本さんそれからコメントでねキャラ弁上手でしたよってコメントいただいてますよ。ありがとうございます。やっぱりね上手なんですよ、自信持ってくださいねはい、ということで教えてムックのコーナーでございました。はい、続いてはこのコーナーでおしゃべりしていきたいと思います。題してムックの私ニュース。はい、あ、またこうちょっとこうね南国な感じの BGM が流れてまいりました。なんだかなん、はい、このコーナーは私がニュースキャスターとなって、ちょっとごめんなさいリズムに乗ってると読めなくなっちゃいました、はい、私がですねニュースキャスターとなりまして2025年大阪・関西万博や SDGs の達成に向けて頑張る各主体の取り組みを紹介するコーナーとなっております。まず最初は和歌山県橋本市岡本さんの私ニュースです。橋本市職員農業サークル猪鹿町、コロナ禍で職員が家庭菜園から農業を楽しみ理解するため上司の声かけで市役所職員のサークルができ事務局をしています。今年2年目ですが気がつくと50名の大所帯にということで、すごいですね。ちょっと岡本さんこちら詳しく解説お願いできますか。はい、橋本市では農業って盛んなんですがまだ職員さんっていうところになると意外とそんな感じもまだなかったんですが、やっぱりコロナでみんなどこ外に行けないじゃないですか、はいはい、で買い物もなんかうまくできないしっていうところで、じゃあ、こういう農業の触れ合う機会とか、作物作ってみたいっていうお話がありまして、で、こういうサークルができました。まあ、自家消費から、まあ、特産品の支援まで、食品が農業に関わってもらう機会っていうのを作ってます。
で、中には家庭菜園を楽しむ、野菜部会と、で先ほどちょっと触れてました、特産品のブランド野菜を作ってみるハタゴンボ部会で、高野山のごま豆腐、これそうなんですけど極みっていう 100% 有機、こういうのの材料にするためのごまを作るごま部会ってありまして、これはもう橋本のふるさと納税品にもなってます。で、こういうのを、まあ、関わっていくところで多少まあやってます。でこの間も野菜部会やったんですけども、お子さん連れてきてくれて一緒に、いろいろやりながら、まあ、キュウリ植えて手つけたりっていうのをお父さんと一緒にやってるっていう機会がすごくいい機会じゃないかなと思ってます。はい、それは楽しそうですね。いや私も家庭菜園ねちょっとやってみたいなと思ってるんですけど、何かおすすめの野菜とかありますか？これは育てやすいよとか。ギリギリですけどピーマンですかね。なんでギリギリなんですか？あのちょっと時期的に苗が少ないんですけども。なるほどなるほど。ピーマン作って、であと肉詰めにするって多分いいですね。岡本さんもピーマン育ててるんですか？いろいろですね。いろいろ、いろいろやってます。まあ、僕はあの棚田で農業を普通にやってるので、お米を普通に作ってます。そうだったんですね。はい、あら、じゃあ、 あの市役所職員さんでもありながらお米農家さんでもあるみたいな感じ。はい。だから仕事の前に草刈りをしてから行くんでちょっと大変。大変ですね。いやでもそれはねご苦労によって美味しいお米が食べられるわけですからね。いやこれからも頑張ってください。はい、ありがとうございます。以上岡本さんの私ニュースでした。続いては泉さんの私ニュースです。大阪市長賞を受賞と、おなんとママコミュ .com では防災力日本一の大阪、そして世界から安心して万博に来てもらえるよう万博に向けて子ども期からの防災教育活動を展開しています。今年は大阪のすべての子どもに防災学習の機会が行き渡ることを目指していますということで、すごいじゃないですか。泉さんちょっとこちら解説お願いしますよ。はい、万博までねもうあと3年になりました。で、コロナ禍で私たちはこう社会全体が一つのチームとして、多くの人の命や健康を守ろうということで、力を合わせてきましたよね。そしてこの経験をですねせっかくならば、万博のために、世界からやってきてくれたゲストの命を守ったり、安心して万博を楽しんでもらえるような、そういうことに生かしていきたいなっていうふうに思っています。そしてその中で主役になるのは、大人ではなくて私は子どもたちじゃないかなっていうふうに思っています。防災カレッジで学んだ子どもたちが防災でこう世界につながったり仲間を作ったり、ね、活躍できるステージがあるといいなって思っています。防災は自分の国自分の町だけじゃなくって広く世界中を見渡して世界の人と手をつなぐためのとってもポジティブなメッセージじゃないかなって私は思っていて、そういったことをこれから万博に向けて発信していきたいと思っているんです。そして、万博までの、3年間最新の、ね、テクノロジーを使った、防災学習にも私たちも取り組み始めました。今話題のメタバースを使って、防災が学べるテーマパークなんかも作ってみたいなと思っています。ぜひ、ムックの力とアイデアを貸してください。よろしくお願いします。はい、 いやこちらこそよろしくお願いしますですよ。あのやっぱりね私たちのねこのみんなの防災プロジェクトもねぜひ泉さんたちとこう協力してねいろんなことをもっともっとたくさんやれていけたらいいなと思っておりますし、あとあのお台場の方にですねあのソナエリア東京っていうあの防災をこう体験できる施設があるんですよ。でそこがねまあ面白いと言ってしまってはいけないのかもしれないんですけれども、いろんなその災害が起きた町とかが再現されていて、そこでこう楽しみながらこう学ぶことができるようになっておりましてね、そういう、まあ、テーマパークみたいなものがたくさんあるとね全国いろんなところにあったらいろんな人が学べると思いますので、ね、ぜひ一緒にそういう、ね、施設いっぱい作っていきましょうね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、以上泉さんの私ニュースでした。はい、続きまして、この動画の共催団体2025年日本国際博覧会協会さんの私ニュースです。
公式キャラクターの愛称一般公募ということで、あ、出ましたねこちら、映像が、あ、はい、この子ですね、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会は2025年日本国際博覧会公式キャラクター愛称の一般公募を行い、応募受付期間中の応募総数は3万3197作品となりました。今後応募いただいた作品のうち形式要件を満たしたものについて独自性や親密性などの観点から一次審査を実施します。一次審査を通過した作品は日本語および海外言語における意味についてのチェックを経てキャラクター愛称選考委員会での選考に進みます。そしてこの中から選ばれた最優秀候補作品に対して商標調査を行い、同委員会での協議結果をもとに最優秀作品を決定します。最優秀作品の決定は本年の夏頃を予定しています。たくさんのご応募ありがとうございましたと、あの協会さん、ニュース原稿が難しいです。もうちょっと簡単な文章にしてくださいあの皆さん分かりましたかね。つまりですね、キャラクターのさっき映ってましたよね、あの子の愛称を、あ、こちらこう映りましたね、この子の愛称を皆さんにね送ってくださいってお願いしたところ、なんと3万3000通も届いたということでね、それですから今その審査を行っているということなんですね。でこの愛称が決まるのがだいたい今年の夏頃じゃないかなと、そういうお話でございました。お送りいただいた皆さんどうもありがとうございました。はい、以上、2025年日本国際博覧会協会さんのニュースでございました。最後は私ムックの私ニュースでございます。ムックかき氷始めました。はい、ということで暑い日が続いておりますね。あの一足早いんですけれども、私は我慢できなくなってしまいましてですね、今年初のかき氷を始めてしまいました。まあ最初のかき氷はね、何味にしようか、まあ悩んだんですけれども、せっかくなので桃、パイナップル、いちご、レモン、みかん、ブルーハワイ、メロンと7色のシロップをかけまして、ムック特製レインボーかき氷を食べました。とっても美味しかったです。これからですね、本格的に暑い日がやってまいりますので、私は今年もこの頭のプロペラと、そしてかき氷で夏を乗り切りたいと思います。はい、以上私の私ニュースでございました。このコーナーではゲストの皆さんや、そして視聴者の皆さんの私ニュースを私ムックがお読みいたしますので、ぜひですね皆さんコメントなどで応募してくださいませ。詳しくはですね、概要欄の方に多分書かれていると思いますので、そちらご覧いただけますと嬉しいです。あとね、コメントの方で防災セット買ったよというコメントいただきましてね、ありがとうございます。それからかき氷いいねという、ね、コメントをいただきまして、そうなんですよ、ね、皆さんもかき氷ぜひ、レインボーかき氷おすすめでございますのでお試しくださいませ。はい、皆様のコメントをこれからもお待ちしております。はい、ということで、あら、あらららら、あら、あら、夕焼けになってしまいましたね。あ、ということで、あ、もうエンディングのお時間ですか。あ、早いものでと思ったんですが、今、時計を見ますと、スタジオの時計を見たところ、すでに10分オーバーでございますね。はい、ずいぶん長々とお話ししてしまいました、すみませんね。はい、ということで、岡本さん、泉さん、エンディングの時間となりました。はい、ということで感想をですねいただきたいと思います。岡本さん、本日いかがでしたでしょうか。はい、すいません、あんまりうまくできませんでした、楽しかったです。とんでもないです、私もとっても楽しかったです、ありがとうございました。では泉さんもご感想一言いただけますか。はい、チャレンジ大好きなので、今日も楽しくやろうと思って結構頑張りました。いや、素晴らしかったです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いやね、私もね、3人でね今日お話できてね、今日結構盛り上がったなと思ってますのでね、とっても楽しい時間でございました、本当にありがとうございました。そして、そしてですね、今日コメントをくださった皆さんも本当にどうもありがとうございました。
もっともっと私頑張りたいと思いますので、これからもどうぞご視聴そしてコメントのほどよろしくお願いいたします。さて、このエキスポ PLL トークスムックとおしゃべりですぞ、次回第4回はですね、来週なんですね、再来週ですね、失礼しました、再来週6月6日の月曜日、お時間が夜8時、夜8時、ちょっと大人の時間じゃないですか。私しっかりお昼寝しておかないとね、起きてられませんよね。はい、夜8時からお届けするということでね、その時間らしく、その時間といえば真面目な経済ニュースとか流れてるイメージですからね、ちょっと真面目にお届けしないといけませんね。ナビゲーターは引き続き私ムックが務めさせていただきます。そしてゲストには、東京海上日動火災保険株式会社さんと株式会社フツパーさんにご登場いただく予定ということでございますので、皆様ぜひ西尾レンタル公式 YouTube と、そしてエキスポ2025大阪関西万博公式チャンネル、さらにはもしよかったらガチャピンと私の、ね、ガチャピンチャンネルもチャンネル登録をしてお待ちいただけますと、とっても嬉しいです。というわけで、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会と西尾レンタル株式会社の共催トークイベント、エキスポ PLL トークスムックとおしゃべりですぞ大阪関西万博と SDGs はここでおしまいとなります。本日のゲストは橋本市経済推進部農林振興課課長補佐の岡本秀明さん、そしてママコミュドットコム代表特定非営利活動法人レジリエンス教育研究所専務理事の泉真由美さんでした。どうもありがとうございました。皆さんまたね。ありがとうございました。ありがとうございました。誰もが命を守り合う新たな未来を創造する。